新日本スポーツ連盟は1965年11月12日に設立された日本のスポーツ総括団体の一つ。旧称新日本体育連盟。英語名称は New Japan Sports Federation。設立から1995年までは新日本体育連盟。日本スポーツ協会とは別の団体。総合競技大会。 全国スポーツ祭典を2年に1回開催する。全国競技大会を全国スポーツ祭典が開かれない年に開催する。創立30周年の1995年11月12日に、現名賞に改めた。現在、同連盟の公式サイトでの組織概要紹介によると、同連盟は2013年12月現在で13種目の全国種目組織。 25都道府県で結成された各都道府県連盟、その他の地域組織などによって構成されている。また、構成数は4201クラブ55783名で、内訳は、登山35.7%、卓球28.7%、テニス10.2%、野球8.0%、スキー5.5%、水泳2.6%、 サッカー3.2%、バレーボール1.8%、その他2.7%となっており、日本勤労者三学連盟が最大の加盟組織となっている。また、加盟団体に対して外部の競技団体への参加を認める立場にあり、大局やその加盟団体が主催する大会への参加、あるいはオリンピックなどの国際大会への参加も可能となっている。 各スポーツ団体が加盟する全国組織という点で、同連盟と対局は共通の性格を持つが、両者の接点はなく、お互いの公式サイトでも相互リンクは設定されていない。同連盟は設立目的にスポーツを国民の基本的な権利として確立、スポーツの自主的で民主的な発展を推進をうたっている。また、スポーツは平和と共にを掲げ、 平和な世の中でこそスポーツが楽しめるとし、平和運動にも関わる。毎年夏、全国各地の連盟で、核兵器廃絶と平和を求めるピースラン、半核平和マラソンを実施する。東日本大震災の原発事故により核エネルギーに、頼らない政策を求めるアピールも合わせて行う、地域もある。また、5年に一度、東京広島、 長崎 1500km 半角平和マラソンを約15日間かけて開催する。2015年は初めて福島県から出発し、長崎県までを各兵器廃絶、世界平和を訴えて走る福島東京広島長崎 1800km マラソンを開催した。いつでもどこでも誰もがスポーツを掲げ、トップアスリートだけでなく市民スポーツの振興。 発展を目的とした活動を行っている。卓球、陸上、水泳、野球、バレーボール、バスケットボール、サッカー、テニス、バドミントン、スキー、ウォーキング等の各種目の競技大会や指導者育成を行うほか、国や地方自治体に対して、スポーツ環境の整備要求などスポーツに関する広範な活動を行っている。 海外のスポーツ団体との交流活動も盛んであり、フランスの FSGT や韓国、体育市民連帯とは定期的に交流を行っている。2014年11月8日に基本的人権としてのスポーツの実現に向けて研究を進めるとともに、一般市民のためのスポーツ科学とその体制の創造、発展に寄与することを目的に研究活動を行う。 スポーツ科学研究所を設立した。雑誌、スポーツの広場や指導書などを発行する。スポーツの広場連盟の活動、スポーツ選手インタビュー、スポーツ界情報、スポーツ科学などを取り上げる、月間機関誌、スキーメイトスポーツの広場別冊扱いの機関誌、スキー情報専門。ありがとうございます。